川崎記念は、神奈川県川崎競馬組合が、川崎競馬場で執行する、地方競馬の重賞競争である。農林水産大臣より、寄贈賞が提供されており、正式名称は、農林水産大臣賞典川崎記念と表記される。副賞は、農林水産大臣賞、神奈川県知事賞、日本中央競馬会理事長賞、日本橋協会連合会長賞令賞、 日本地方競馬,馬場主振興協会会長賞、地方競馬全国協会理事長賞、神奈川県場主協会会長賞、読売ランド賞、管理者賞。1951年に開設記念として創設第1回は川崎競馬場のダート3000メートルで施行された。創設当初は南関東地区の小馬最強馬決定戦として位置づけられた。翌年には、 ダート2600メートルに短縮。1954年に、ダート2800メートルに延長。さらに1955年は、ダート2400メートル。1956年は、ダート2000メートル。1957年は、ダート2300メートル。1959年には、当初の試行コースダート2600メートルに戻されたが1961年に、 ダート2200メートルに短縮、幾度の距離改正の末1964年にダート2150メートルに収まった。1979年には現在の川崎記念に名称変更され1985年には再度ダート2000メートルに短縮、1990年に地方全国交流競争に指定されたが1994年のみ、 南関東限定競争で、施行、1996年には、中央、地方全国指定交流競争に指定され、JRA 所属場の出走が可能になった。1998年には、1997年4月から、始まった、ダートグレード競争の GI に格付けされた。また、1999年に、ドバイワールドカップへの日本国内の前哨戦の、 意味合いをさらに高めることを目的として、出走可能頭数を12頭から14頭に増加させる措置が取られた。そのため、ダート2000メートルからダート2100メートルに距離を延長。現在では、中央競馬のフェブラリーステークスとともに、ドバイワールドカップの前哨戦、あるいは、年始のダート最強馬決定戦としての地位を確立した。すべて、 川崎競馬場ダートコースで試行。過去に一組の例がある。加熱フルーブはロジータの3区。レギュラーメンバーはロジータの子であるシスターそのの3区。国際的な統一格付け制度のもとではリステッドレースの扱い。中央競馬在籍時の場名はアスカ。新山が優勝した第24回札気賞の2着馬。ありがとうございます。